笑顔でポジティブ、元気いっぱい、そんな言葉が似合うドクターがここ藤田にはいます。腎泌尿器外科学教授、佐々木ひとみ先生。家族みたいに思ってますね。いろんな患者さんのことを娘に会いに来るみたいだっていうふうには言われますね。だからもう100万人の娘と思ってますもうただ単になんかお母さんが子供を愛するように、無限の愛、無償の愛、ひとみちゃん医療はね愛だよ。ある恩師と出会い、医療人として成長してきた佐々木先生。今もなお学び続け、走り続ける先生の素顔に迫ります。出身は、愛知県名古屋市守山区です。ぬいぐるみを作ってる会社を父が経営していて、で、まあ、だからちっちゃい時からぬいぐるみに囲まれて育っている状態になります珍しいですよね、ぬいぐるみ屋さんって。もう母はもう私とまるで同じ、もう元気いっぱい、ニコニコ、なんだろうな、ポジティブ、でもちょっとチャランポランで、父はもうやると決めたことは全部ちゃんとやる、寡黙でもないんだけども、なんせこう、真面目というか尊敬できるっていうか。お医者さんになるきっかけを与えてくれたのは、その両親の家にみんなで集まってこう遊びに来てた友達の中に歯医者さんがいて、でその歯医者さんが、まあ、ひとみちゃん私の後継いでみたいな形になったので、あ、そういう世界もあるんだと、その医療の世界もあるんだっていうのを知って、でじゃあだったら、まあ、歯学部か医学部どっちでもいいな、まあね、こだわりがないからね、だったら、まあ、医学部でいいかということで医学部を目指しました。私ほら何かでもいいのよ、家はぬいぐるみ屋だから。でもなんかそれこそ新しい分野を知りたいって思っていたんですね。でずっと見てたら、これもしかしたら腎臓は新しいんじゃないかって思い始めて、母がちょっと泌尿器科ですもんねっていう話をしたら、じゃあもうじゃあ会おうって、星永先生、今の理事長先生の星永先生が当時講師でらして、星永先生がこれから伸びる科ですという話をしてくださいましたし、あとはもう母に対してもうちゃんと責任を持ってちゃんとした医者に育てます、で母ももう煮るなり焼くなり先生のどのようにしてもらっても構わないと、その代わり立派な医者にしてくださいっていう風で、まあ、母もお願いをしてくれて、そして泌尿器科医佐々木ひとみが誕生することになりました。星永先生がいなかったら今の私はここにいないし、4年生の時、私たちが4年生の時に先生初めて赴任されたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、授業でしたね、やっぱり。で、腎移植の授業をされてたと思います。熱く腎移植について語られていて、でその中での言葉がやっぱり、ひとみちゃん医療はね愛だよ。先生も小児病院で小児の腎移植をされてきて、で同じようにアメリカに留学されて、で移植を、でこちらに来られてからはもう腱腎移植にもう邁進されてたので、なのでその中でその腎移植について、もう移植っていうのはね無償の愛なんだ、まあ、生体腎移植だったら誰かのために自分の健康な体を傷つけて腎臓を提供する無償の愛で、亡くなった方からいただく腎臓は、これはもう悲しみに打ちひしがれているご家族が決断してくれた無償の愛だから、無償の愛なんだよ、医療は愛なんだよ、というのを教えてくれたのが星永先生なんですよね。診療で心がけていることは、子供だったら子供の気持ちにならないといけないし、でも子供にはお母さんがついてるので、これまたお母さんの気持ちにならなきゃいけないし、女性泌尿器だとね、もうちょっと年齢の上のお母さん世代の方たちが来られるじゃないですか。でそうなってくると、もう娘として接するし、であと腎移植の患者さんたちはもう私が若い頃から知ってる、一緒に生きてきた人たちなので、これも家族です。家族みたいに思ってますね、いろんな患者さんのことを。
で男性の患者さんもね、良性疾患、例えば前立腺肥大症のおじいちゃんたち来るじゃないですか。娘に会いに来るみたいだっていうふうには言われますね。だからもう100万人の娘と思ってます。私が関われた人は何とかして人生の最後まで面倒見るって言ったらおこがましいけれども、一緒に人生を歩いていきたいと思うんですよ。医療は愛だって聞いた時に、まだね、その当時はあんまり腑に落ちてなかった。愛もわからなければ医療もわからなかったから。でも一晩中かけて人食したり、でその患者さんの家族になんかもう床に頭をこすりつけるぐらいにお礼を言われた時に、多分愛とかそういうふうなものに置き換えないとできないんだ、要は使命だとかやらなきゃいけないとかっていう感覚じゃやっちゃいけないものなんだなって思ったんですよ。もうただ単になんかお母さんが子供を愛するようにね、無償でしょ、そういう気持ちじゃないと医療はできないんだなっていうのが分かったのが、お医者さんになって研修医になって、あの星永先生と一緒に医療を教えてもらいながら初めてようやく分かったかなという感じです。同情心っていう言葉が多分若い時にはなんだその上から目線って思ったんだよね。なんだけども今となってみてその言葉を理解すると、無限の同情心ね、っていうのはもう無限の愛、無償の愛のことを言うんだろうなって。で、そのためにそれを、その無限の愛を渡すために医者は常に努力をしないとダメなんだって。無限の愛で接する優しさの医療。今も患者さんを温かく包んでいます。